皆さんこんにちは。ポケモン最新作第7世代サンムーンの、WCS2017 2017の公式ルール、まあ、もしくは VGC2017 と呼ばれるダブルバトルの公式大会のルールで対戦レートを潜っていきたいと思います。新しく育成したのがボーマンドとメタグロスかな。お試しでボーマンドを物理型で育成してみて、飛行 Z の空を飛ぶやってみたいと思ったので、こんなちょっと変わった形というか変わった型を作ってみたんだけど、まあボーマンドは普通は特殊型で採用されているポケモンで、まあ正確最速にする臆病がまあメインだと思うんですけど、空を飛ぶっていうのは普通に使うと一旦のため技で、そんな威力も高くないから物理技としてはあれなんですけど、飛行タイプの物理技、他にいい技がなかったので、飛行 Z の空を飛ぶで、まあ、強力な物理タイプ1攻撃技で殴っていきたいって感じで、こんなボーマンダを作ってみました。メガボーマンダだったら特製スカイスキンから恩返しとかステミタクルがタイプ1の飛行タイプの物理技になるんですけど、メガ進化はこのルールでは使えないんで、こんな形の変わったボーマンダ試しに使ってみることにします。でバトルポイント稼いだんで9個に気合いに助けを持たせました。これいいかな、気合いに助けを持たせたんで、まあ、もしハッサムとかメタグロス相手出してきてもバレットパンチで縛られることはなくなるんで、行動回数が保証できる、少なくとも2回は動けるんじゃないかなと、集中攻撃受けない限りはって感じですね。でメタグロス、これ理想値じゃないんですけど、育成して直近メタグロスを作りました。努力値振りがめんどくさかったんで HA 振りなんですけど、これでフェアリータイプの一貫性は切れたかなと思うんで、相手のカップ系のポケモンに対してはある程度強く出れるかなと思います。で今日のなんだっけ、アメリカの大会の配信、ニューヨークブルックリンで開催されたプレミアチャレンジっていう大会の配信見てて、上位決勝戦で使われたポケモンが何でしたっけ、ガブリアス、カプコケコ、アローラのガラガラ、ゴーストこのタイプのアローラのガラガラ、ギャラドスで、テッカグヤですね、テッカグヤ、鋼飛行タイプの純電ポケモン、ウルトラビーストの一種で、タイプ1のヘビーボンバー、ヘビーボンバーとヤドリギの種、身代わり守るとか、その辺が強い、草タイプじゃないのにヤドリギの種を覚える、確か唯一のポケモンだった気がします。鉄かぐや、かぐや姫のイメージのポケモンなのかな。で決勝戦はその5体プラス、なんだっけ、1人はカプテテフ、エスパーフェアリーの使ってて、もう1人はポリゴン2使ってたって感じで、その5体の組み合わせ、ギャラドス、ガラガラ、ガブリアス、カプコテコ、何言ったっけあれ、んギャラドス、ガブリアス、カプコテコ、アローラのガラガラと、あれ何言ってない ?1 個外れた。こんにちは。何を言い忘れたか分からなくなったぞ。まあ、とにかく流行りのパーティーが、一つのなんか、なんていうか、固定されたメンツで5体強いっていう組み合わせが出てきたっぽいスタンのパーティーが生まれつつある。チョークとか、ビッグシックスとか、そう、2015年のチョーク、2016年ののビッグシックスみたいな完成されたパーティーが増えつつあるようなんですが、まあ、そのパーティーに対抗する手段を考えなきゃなと思いつつレート潜っていきます。ちょっと前置き長くなりましたが潜ります。カプブルルって、草フェアリーで、あれ翼種属して75でしたっけ、カプブルルって。カプブルルは1回だけ遭遇して、その時はなんだっけ、ウツロイドのヘドラバクターに倒したんだけど、そんなうまく次はいかない気がするから、カップブルルの火力も結構気にしなきゃいけないですね。カプ系のカップコチェコ、カップブルル、カップブルル、カップテテフ、カップレヒルのどれかを入れてないと、相手の好きなフィールドで戦わなきゃいけないから、その辺があれですね、難しいところ。とりあえず自分のパーティーが全然完成されてないんで、コンセプトのなんか、昨日は特製雪降らしのアローラ球根で、なんだっけ、吹雪をぶちかますみたいなコンセプトで殴ってたんだけど、フェローチャをとりあえず抜きました。ずっとフェローチャで遊んでたんだけど、まあ、フェローチャはフェローチャでちょっと面白かったんですけど、耐久がなさすぎて、全体攻撃型でついでに殺される機会が多すぎて、なんか動きにくさを感じたので、素早さの種族値151族っていうのはすごい魅力的なんですけども、で
浮いてるポケモンとしてボマンダを入れたんですけど、設置してない浮いてないポケモンの方がフィールド系の本気を打ちやすいから、設置してるポケモンで固めるのもありっちゃありだけど、特性威嚇枠、まあギャラス、ウィンディが一番いいと個人的には思ってるんだけど、今のとこボーマンダはとりあえず育成したんで入れました。吹雪使うのはアローラ球根とアシレーヌだけです今のとこ。タルーさん、レート1500、福岡県の方、対戦よろしくお願いします。これどうなんやろ、旅パーっぽくはないけど、そんなになんかすげえガチガチのガチって感じにも見えない。威嚇が2枚いるのがとりあえず印象的かな、僕の見た目の印象では。相手のパーティー、ガオガエン、デンジムシじゃなくて、名前が出てこんぞ、右上のポケモン、電気虫タイプのポケモンだけど、やばい名前が出てこなくなった。真ん中の列ギャラロスとボーマンダ、下の列ケンタロスとドラゴン格闘タイプのポケモンで、やばい名前が出てこない、なんだっけこれ、新しい600族のドラゴンですね、名前が出てこなくすぎてやばい。で選出どうするかってところなんですが、カプコ結構刺さってそうに感じるけど、どうでしょう。キュウコン、カプコ結構出していいと思うんだけどな。キュウコン、カプコ結構、メタグロス、ボーマンダ、これでいきます。クワガノンだな、すみません、クワガノンですね。カトブルで高レート多いですかね、まだ高レートに来てないから環境が分かんないとこあるんだけど、音量こんなもんでいいかな、ちょっとうるさいか。ケントロスとクワガノン、こっちのセンスはカプコチコ9個、特性の発動順はカップコーチェクのエレキメーカーがスバス130族で最初で、次にキューコの雪フラッシュで、その後にケンタロスの威嚇かな。あ、ベトベトン、そうですね、弱点が地面タイプしかないからベトベトン面白いポケモンなんですよね。とりあえずキューコの吹雪とカップコーチェクはこだわりメガネなので、ボルトチェンジか10万を使うってところで考えてますけど、どっちがいい ?10 万で。相手、飛来神ポケモンいないよね。飛来神いないから10万ぶっぱでいいでしょ。メガネ10万をケンタロスに。タスキーじゃない。うん。フワガノにシングルダメージの吹雪。7割、6割程度。あんまりダメージ入ってないんだけど、クワガノンってもっと特攻種族値高いから、エレキフィールド状態だともっとダメージ入るかと思ったんだけど、全然相手のクワガノンが火力なくて予想外な感じ。大体残りがガオガエンね、はいはい。ガオガエンは隠れ特性の威嚇がまだ解禁されてないけど、猫魂を卵技で覚えたはずなので、確か猫魂ここ使ってくるかもしれんってとこ、盤面猫魂覚えてない。10万と吹雪ウッパで勝てそうだな、これ案外楽に技が通ってる。あ、ポリゴン Z はまだ見てないんですけど、まあなんだっけ、 Z テクスチャーが強いんですよね、確かノーマル Z ですかね、うん、まだ見かけてないかな。ラス1ギャラドスだから勝ち確ですね。今日のアメリカの大会で配信で見たのは水 Z も出したギャラドスだったんだけど、水 Z 滝登りが強いのかな、どんぐらい。 Z だって基本元の技の火力プラス80の威力だった気がするんだけど、
殺風攻撃は特性のおかげで電気タイプの技が強いだけで、特攻種族値はそんな高くないから、火力不足が特にフィールドが塗り替えられると感じるかなって、あれですね。グラスフィールドとか、フィールドを塗り替えられると火力が足りんかなって感じます。1戦目はまあ楽に勝ってたけど割と、ガチっぽいパーティーと当たるとあっさり負けそうな気がする。カプテテフ、カプコテコってパーティーに前すげえ なすすべなく負けたんだよね。次の対戦いきます。レート1579。アシレーヌのアシレーヌ Z でなんだっけ、 Z 技を使いたいんだけど、なかなか素早さが遅いから戦術しにくい感じがある。あ、ヤレユータン、コータス、ドレディアですよね多分。晴れでトリル展開もできるし、お先にどうぞ噴火もできるしみたいな。トリル、当たった。そうね、それもやっぱ強いかなとは思うけど、コータスがそんな素晴らしいね。特攻種族値が高くないから火力は、まあ前までグラドンとかカイオが使ってたからかもしれないけど、あんまり火力を感じないんだけど、まあトリルチームとしては強いのかなって感じで、僕のパーティー、あ、そっか、今物理も入れてるけど、前まで特殊で固めてたから、特殊耐久が硬いポケモンがすげえだるかったんだよな。相手フェローチェ、鬼しずくもでよかったっけ、フェローチェ、鬼しずくも、ハピナス、カプテッテ風じゃなくてカプブルル、ヤレユータン、アローラの姿、ベトベトンですね。鬼しずくもは、鬼しずくもは、特殊耐久が高いけど物理耐久いまいちだった気がする。で、特性水砲だよね。ベローチがちょい厄介だな。ヤレユータン、どうしようかな。なんか第3世代とか第4世代ダブル、第4世代ダブルみたいな、グロスマンダレ出そう。グロスマンダレ、グラキューコン、これでいきます。さっきと4体は一緒だけど、表戦士と裏戦士を変えてみた。ハピナスはボーマンダーの飛行ジェットかメタグロスの米パンとかで殴るしかないかな。ハピナス、フェローチェ、小さくなるされても厄介だけど、どうしようかな。ジェット技は一応必中だから、ジェット技で殴り倒すってのもあり。フェローチェは普通はメタグロスに対して打点がないはずなんで、殴っていけばいいと思うんだけど、マンダは霊媚とか怖いから、とりあえず守るがいいかな。引き先はそんなにないから、マンダ一旦守って、メタグロスはフェローチェ殴りたいけど、命中不安の思念とか米パンを打ってもいいのか、バレットパンチで確実に削りを入れるか。マンダ物理で使ってます、今は。試しで。飛行 Z の空を飛ぶをやってみたいっていう、そういう欲求があって。ベトベトンいるから、エスパーは一貫しないから、米パンをフェローチェに外したらちょっとブチ切れそうだけど。あー、フェローチェ守ってきた。慎重に守ってきた。これ小さくならされたら嫌なんだけど、ああ、ボーマンダの飛行 Z で殺すしかないな、これは。フェローチェってさすがにバレパンで倒せないよな。キューコンに変えて、間違えた。ボマンダをキューコンに変えて、グロスは米パンをフェローチェ方向。これ外したら切れると思うけど、最終的にハピナス以外を倒してマンダの物理ジェット技で倒せばいいかなと思ってる今のところ。ジェット技は絶対外れないから。タマフェローチェですね。これ外さないでよ。オッケーオッケー。
まあ、ついでに言うとあられ状態の不物も必中だから当たるっちゃ当たるんだけど、ハピナスに不物言ったところで全然ダメージ入らないからな。で、僕のグロス全然素早く振ってないんだけど、相手のハピナスそれよりも遅いから、耐久にがっつり努力されたハピナスですね。これ素早さ出てないハピナスやな。相手残りが鬼しずくも、カプ、ブルル、ベトベトン、ヤレユータのどれか。通信待機中、ハピナスがどんだけ小さくなるやろうが、マンダのジェット技は必中だ。ジェット技が必中だから、マンダの物理ジェット技、飛行ジェットの物理技の名前忘れたんでちょっと言えないんですけど、今それで殴り倒せばいいかなと思ってます。で、ベトベトンも小さくなら覚えるから、こいつが小さくなったのすげえ厄介なんだけど、とりあえず、まあ、米思念はベトベトンには効かないから、悪タイプだから、米パンと吹雪でベトベトン殴りました。キュウ君は毒タイプの攻撃技で殺されるかもしれんけど、いいや。案外ベトベトにダメージ入った。ベトベトも小さくならんかい。マジかよ、もうミニマイズチームだな。英語で小さくなるでミニマイズって言うんですけど、技名両方で小さくなるんかいってやつやな。ハピナスは放置してベトベトを倒しに行きます。ジェット技がまだあるからハピナスは放置していいです。当たるんで、でベトベトを倒す、まあ、ついでに言うと何だっけ、お、ハピナス凍ったんやけど、アラレパは吹雪ぶっぱしてると相手を凍らすことがあるのが強いですね。まあそのうち解けると思いますけど。で、あとなんだっけ、あ、ハヤトスターさんこんにちは。こんにちは。ハヤトスター世界プレイヤーが来ましたよ。もうヤリユータの色違い初めて見たかも、これ。ノーマル、エスパーだから、どうしようかな。普通に米パンで殴るか。ハピナスは放置ね、まま。あられ残りいったんだっけこれ。まあいいや。ヤレユータの耐久ってさ、そんなに高くないよね。ハピナスがお盆持ってんのか。ヤレユータにお盆、あ、ヤレユータで Z、エスパー Z とか持ってんのかな。お、 A が上がった。トリックルーム、ただ相手もハピナス凍ってるからボーマン出すまでもなく勝つんじゃないか。これは小さくなったらハピナスで全抜きするには多分チャージビームがないと多分無理だと思う。相手抜けるには、まだあられ状態だからこのまま殴ろう。ヒッチ吹雪と米パン取ればハッピナス落ちるかな。鬼しずくもも気になったけど出てこなかったですね今回は。凍結状態のハピナスが相手の場には残ってますが、小さくなる、2積みだったっけこれ、3積みか。まあどっちにしろ相手は勝ち筋4体倒すの無理だからないはずなんだけど、チャージビームで毒を上げて殴り倒すぐらいしか。次相手時間かけてんな。当たらない。あられがやんだので健康スリップダメージが入らないから
マンダに変えてヒコゼットをお見せしたいので、できれば米パン外してマンダのヒコゼット空を飛ぶで決めてみたい。マンダグロスコントラスト、昔の本当に第4世代第5世代ダブルみたいな感覚があると思うんですけど、その前に米パン当たったか。マンダの飛行ジェット使う前に倒してしまったぜ。もう1試合やろうと思います。いつも長くても2試合しか放送しないんだけど、もう1試合やろうと思います。とりあえずレート1600ぐらいいったのか。これで、でも相手のレートそんな高くなかったから上がんないかな。録画はしなくていいです。対戦を続ける。1593でしたね。あ、シレーヌとマンダが両方 Z クリスタル持ってるんで、戦術はまあどっちか一体にしないと、 Z 技は対戦中に1回しか使えないから、まあどっちか戦術って感じでやります。対戦相手が見つかりませんぞ。お、レート高い方に当たった。大阪府のケンさん、まあ、ただ今最高レートって1900ぐらいいってるんだっけ。まあだからあれなんですけども、自分のはまだだからレート1500ぐらいだったから、それにとっては相手のレートは高いってことで。でアローラ雷中が、アローラ雷中と、カプコチカの組み合わせなんですけど、これアローラ雷中がなんだっけ、サーフテールで素早さが上がるから厄介やな。猫魂と電気技来てって感じで、なかなか厄介だな。マザーの通りがよろしくない。これけあのケンブーさんって方なんですか。あの生主の方ですよね多分。ケンってトレーナーネームなんだ。ケンブーってトレーナーネームじゃないだな、あの方。名前ともちろん知ってますけど、あーどうしよっかな。サーフテールライチューの猫魂、クソだ、クソだるいだろこれ。僕パーティー全然まだ守る入ってねえから、カップコー結構だるいし、キューコングロスマンダコチェコ、対戦よろしくお願いします。あ、そうなんですか、向こうも放送してるんですか。なるほどなるほどなるほど。いや情報ありがとう、ハヤトスタッフ。あーやっぱライチューカプコチェコ来るか、うん。これ猫魂をキューコに打って、ライチューが、いや何やってくるこれ。どうするのが一番いいんだ。アローライチューもそらず110族だから、どっちかっていうと僕にとってはカプコチェコ倒すのが大事なんだけど、グロスに猫来てキューコに10万くるかなこれ。吹雪、米パンをコチェコに、あーサーフテールライチがめっちゃ厄介やねん。集中で殴ってくるんか。玉子結構、この米パン絶対外さんでね、外さないでね、外さないでね。 OK、 映画上がった。これまあなんか負けそうな気もあるが、やりたいことがあるんだよな。どうしようかな。ライチューってエスパー、電気エスパーだよね。こっちこっちも出すか。メガネフェ、メガネ社員、
それでいくか。こっちもカップコチが出す。お、I finally got you live。 あ、海外勢が見に来てくれたの、ありがとうございます。サンキュー。こっちこそティアンって言って、なんかひらがな読みになってしまった。サンキュー。マジシャ打つか10万打つか迷っててどうしようかな。コチェコ守るかな。バレパンチで回で守りそうだけどな。どうしようかな。マジカルメガネシャイン、コチェコ守りそうだから、でもバレパンライチに打ってもどうせやあれか。バレパンライチに打っても今一つだからやめとこう。コチェコ倒す。オッケーオッケー。映画上がってるかな。ちょっと待って。Z 技来るんか、ここ。グロス死ぬね、これ。どんぐらい狩りかんの、この Z 技って。エスパー Z？ 電池 Z？ どっちこれ。エスパー Z か、これ。やば。まだサーフテール発動してるの忘れてた。耐えない。きつきついきついきつい。エスパー Z か、これきついな。いや、こっちもなんとか Z 技を見せて散りたいんだけど、負けそうだけど。ラス1はボーマンダです。ベリッパー来た。ボーマンダの Z 技をぶちかましてみたいけど、ちゃんと決まるかどうか。アロライチューが氷技持ってたら怖いけど、 Z 空を飛ぶでファイナルダイブクラッシュをペリッパーに。でメタグロスは地震でライチューを倒しに行く。行け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 。ミスるなよ。このジェット技決まってほしいんだけど、ペリッパーも守らないでね。いや、守っても一応通るけど、物理いじっぱりボーマンダです。僕のボーマンダ。まぬ。いけ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 。ペリッパーがタスキだったらやばいんだけど、タスキじゃないことを祈る。ファイナルダイブクラッシュ。いけいけいけ。タスキじゃない、タスキじゃないでください。タスキ困るからマジ。わー、タスキやめんか。つら。つら、つら。タスキじゃないかい。ドラゴンクロー、ライチュウにバレットパンチはもう見せてるからバレてるんだけど、フェリッパが守るかどうか。でも追い風だったらだからバレてるけど、バレパン打ちます。助けで耐えられちゃったよ。もうライチュウがなんか僕フェアリーに見えちゃうんだけど、エスパーなんだよな。よし、ペリッパー倒した。死なないでくれ、マンダ。グロスだった。殴ってきたの。オッケー、倒したぞ。オッケー。ラス1。バルビアル、いけるんじゃないか、これ。あ、威嚇きついな、でも。スカーフ、でも地震、いや、何が一番安定？絶対巻きたくないから、ここ。
ドラクロ、いや、バレパンでいいですよ。バレパン、はい、これで。追い風状態だから絶対抜かれてるわ、そもそも、そういえば。グロスは特製クリアボディのおかげで相手の威嚇受けないんで、火力下がってないですね。これは勝ちたいぞ、絶対勝ちたいぞ。のし、いける、いける、急所もらったぞ、これはもらったぞ、絶対ドラクラで倒せんかもしれんけど、マンダが一発で落ちることはないはず。意地っ張りマンダのドラクロ、暗い、耐えられた。一応イカゼの単化石するか、積み技ないよね、あれも。でもどっちにつばせ抜かれてるからいいか、ドラクロで。オッケー、かわした、勝った、勝った、危ねえ、勝ったぜ。対戦ありがとうございました。カプコチェコライチュウのサーフテルライチュウの組み合わせ初めて当たったんやけど、レートではユラさんの記事で知ってはいたけど、対戦で当たったの初めてだから、なんとか勝ててよかったです。はい、というわけで3試合だったんだけど、3試合3連勝できてよかったです。ここまで最後まで放送を見てくれた方、本当にありがとうございます。また次回の放送も見てくれると嬉しいです。サンチウォッチングマイライブ3、 See you next time、 バイバイ、また次回よろしくお願いします。動画も見てくれると嬉しいです。